はい、えー、皆さんこんにちは、えー、レクセンリン講師の雲野、うん、です今日はですね、えー、司法書士試験2024年合格目標の、えー、新15ヶ月合格コーススタンダードプラス講座について、えー、皆さんに簡単にお話をさせていただきたい,い,たきたいと思います、えー、毎年私が担当しております新15ヶ月合格コース秋生のスタンダードプラスコース え皆さんの頑張りもありまして非常にですねあの優秀な受講生の方日々毎日頑張っていらっしゃいますそしてあの1回で受かる受験生もいらっしゃいますしその予備軍も今ですね今これを収録しているのは2022年の司法書士試験合格発表前ですので2022年の実績等についてはまだお話ができないんですが私の中ではたくさんの一発合格者が出てくるんじゃないかなというふうに期待しているところです。 えー、このように、えー、皆さん方の頑張りもありまして、えーまあ、実績を残していると言ってもいいと思います消費、えー、者氏の新15ヶ月合格コーススタンダードプラス講座について今日はお話をしていきますさあまずこのスタンダードプラス講座なんですが、えー、私が担当して従来担当しておりました15ヶ月合格コースの今でいうスタンダードクラスコース、えー、そちらにプラスということで、えー、非常に大きな特徴がございます それがですね今ちょっとここであの小さくて見えないのですがこの2022年の秋にスタートする部分なんですねこちらの基礎編と呼ばれるところをご覧になっていただきたいんです。まず あの時期は若干前後しますが10月から、まああま11月まあ早いと9月ぐらいからスタートするクラスも出てまいりますがこの全体構造第 3, 前3回ですねこちらを利用していただきましたらこの基礎編34回ここに非常に大きな特徴があるんですここ基礎編34回でもって、えー、民法不動産登記法会社法商業登記法、えー、そしてその他マイナー科目全11科目 を全34回をもってまず1回。えー 一回回していこうというそのようなコンセプトになっておりますここがものすごい肝なんですねこの部分でいわゆる本当に11科目合格するために必要な土台を皆さん作っていくことができますで、私も最初にこのスタンダードプラスコースを担当した頃はいやー34回でどれぐらいのことを伝えられるかそして受講生の方がどれぐらいのことを吸収していただけるのか正直半信半疑だった面もあるんですところがですね実際に3期やってみましてまあ あ,あびっくりをしておりますまあこの全34回で一番顕著なのはこの不動産登記法と商業登記法なんですねこの2科目は、えー、マークシート卓越式の試験とは別に、えー、筆記試験 いわゆる記述試験、えー、こちらの司法書士になったつもりになって不動産登記申請書を書いてみなさいという試験が実際に出題されるんですがその不動産登記申請書商業登記申請書実際に皆さんに書き方をお教えしてそしてですね中でも一番よく出る分野についてもうとにかく本試験の 一歩手前ぐらいのレベルの問題をかけるようにしましょうというコンセプトのもとに皆さんに徹底的にこの各訓練というものをした結果ですね 多くの受験生の方が本試験よりちょっと難しいレベルの相当なレベルですよ本試験よりもちょっと難しいあ失礼しました本試験よりちょっと簡単なレベルですね失礼しました本試験よりもちょっと簡単なレベルの問題をなんともう書けるようになっていくことを成功したんですですからそれは皆さんにとってもすごい自信になりましたし私にとってもですね非常にあの嬉しいまあ実際にこう形となって見える成果として皆さんにも好評いただきましたし私自身も すすごく誇りりにに思った次第になりますでこの34回、えー、全11科目こちらについてですねとにかくまず一回し目もう知識の土台をしっかり作っていきましょう、まあ、知識の核になる部分を作っていきましょうということになっていくんです。 でそして一方通行ではなく皆さん方の方からもしっかりとですねそれを習得できたかどうかのこちらからのテストをさせていただいてそれに皆さん方が答える形でもしそこでうまくこう答えられなければ逆に私にまた質問していただくというようなですね双方向の実力を試すような機会も設けております。 そして、えー、いよいよこの一回し目が終わりましたら、えー、4月以降本論編がスタートしてくることになります。この本論編なんですけれども、ちょうどですね、えー、15ヶ月合格コースの春生というですね方たちはこの春から。えー 十一科目の勉強をスタートしていきます。で、この春生の方たち、実はここから入ってこられる受講生の方もいらっしゃるんです。で、その受講生の方と合流をいたしまして、一挙に七十人規模以上の受講生になっていきます。通学クラスですと、えー、通信ですとその三倍四倍という数がいらっしゃいますが、その新宿エルタワ香港通学クラスですと、まあ七十人を超えるような大所帯の皆さんと一緒に切磋琢磨して本の編がスタートしていきます。民 から憲法から始まりまして民法そして不動産登記法と全11科目の二回しし目がスタートしていくんですそしてここの本論編ではこの基礎編で先ほど34回でやりました内容をもう一度学習していくことになります。ですからちょうどですね知識の層を重ねるようにまず核となる知識の上に本論編でこう層を重ねていくこれによって知識をですねとにかく 薄っぺらなもののにににせずにこう層の知識にしていく、ね、まず核となる基礎編でやりましたあ一回し目の知識をもとに二回し目の知識をこう、えー、重ねていくとそういったことによってもう盤石な地盤のもとに知識を上に積み上げていく。 これが可能になるのがこのスタンダードプラスコースの最大のポイントだと思っておりますそしてこの本の辺ずっとこう進んでまいりまして最終的には2024年の3月前後でもってインプット講義が終わっていきますそしてここではちょっと詳細は割愛させていただきますがスタンダードクラスと同様のアウトプットというものもこれ卓一のアウトプットですねそして期日のアウトプットコースもすべてパッケージになっておりますそして でスタンダードクラス同様すべてのインプットが終わった後の直前対策ファイナル編そして公開模擬試験これもすべてパッケージになっております。つまり2024年の7月に合格するために必要なすべての内容がこのパッケージに入っているということになります。 私ももう23年講師をやっておりましてもう自分の講義スタイル確立をしておりますそして何を皆さん方にお伝えすれば1回の受験で司法書試験合格できるかという,もう明確なビジョンというものがありますそしてそれを皆さん方がしっかりと吸収して実現していただければあの1回で受かるということは決して夢物語ではないということ毎年の受験生を送り出しての感想であります。 えー、さすがにもうここへ行きまして私も自分の講義に、えー、もう何て言うんでしょう、えー、自信がありますその自信というものは、ね、もちろん自己満足であってはいけませんから毎年皆さん方の結果という形で私も確認をしております。えー、絶対対にに皆さん方に対してですねこう そんな選択はさせていくつもりはありませんあ、この講座取ってよかったそういうふうに思っていただけるような講義を目指していきますのでぜひ2024年の司法書士試験合格まで一緒に頑張っていきましょう少しでも興味をお持ちの方は各レックの本校に受講相談等を受け付けておりますそしてまたお近くにレックの各本校等がない場合であってもレックのコールセンターにお電話いただければいろいろなお話ご相談させていただけますですので ぜひ興味のある方はこの司法書士の新15ヶ月合格コース私が担当するのはスタンダードプラス講義、ね、スタンダードプラス講義ぜひ皆さん方のお問い合わせをお待ちしておりますプラスですよプラスここねここでプラスプラス講座、えー、ぜひお問い合わせくださいそれでは今日は皆さんに新15ヶ月合格コース秋生2024年合格目標スタンダードプラス講座についてお話をしましたご清聴どうもありがとうございました